ベトナムのホーチミンにおいて日本人男性が、殺害される事件がありました。ナイフで刺殺ということで、この件に関してすでにベトナム人が逮捕されています。そしてベトナム人が、警察署においてね、事情聴取を受けていて、動機に関して、共通しているわけですけど、まずこの日本人男性、刺殺された日本人男性とは面識がなかったと供述していることでございます。で、この南部のホーチミンの路上でということで、私自身が実際ホーチミンも住んでいたので場所も大体分かっていて、この前行った時も一応映像でも出しているんです、見ていただければと思うんですけど、30代の日本人男性が刃物のようなもので刺されて死亡し、現地当局はフン・ミン・チュン容疑者28を拘束しました。現地メディアによりますと、チュン容疑者は男性とは面識がなかったと供述しているということです。動機についてはかつての勤め先で、日本人の元上司から何度も叱られる恨みがあった、凶器を買い元上司を襲おうとしていたが、同じ日本人の男性らを見つけたため言い争いとなったなどと説明しているということです。顔がなんか似てたというふうに言って、それで犯行の及んだとも言われてますけど、これに関して全くもっとこの30代36歳の男性、日本人男性は関係ないわけなんで、非常にこれね、不憫だなと思うところです。こういった犯行に関しては許せるものではないんですけどね。でベトナム自身、私自身がホーチミンに駐在していて、ベトナム人による犯罪ということで、昨日の動画ではベトナムの治安に関してはどうかというところを説明させていただいたんですけど、世界的に見たら、よく心配される方がいらっしゃるんですね。今回こういう事件があるとベトナムって本当危ない国じゃないかっていうね、心配もあったりするんですけど、世界的に見たら、治安は良好の方ですね。夜とか普通に歩けます。深夜とか私歩いたりもしましたけど、そういう客引きとかね、あとは、ぼったくろうとする人々話しかけてくるってあるし、ひったくりも気をつけなければならないんですけど、命を奪われるまでっていうのは正直そこまで起きてないのが実情です。ただ今回の事例でこう日本人が殺害されるという事例ね、現地で、というのも非常に珍しいです。私が記憶している中では、日本人が、ベトナムで殺されるというのがほとんど記憶にないんですけど、韓国人が、現地で殺されるという事例を私ね、たまに聞いてはいます。今回これに関してかつての勤め先、日本人の元上司から何度も叱られということで、日系企業で働いていたのかなと思うんですけど、日本の企業、も、ここ最近中国離れが進んでいるので、工場など生産拠点をベトナムに移す企業が増えているんですね。で、そこから、かつては韓国、タイなんかだと日本企業ばかりじゃないですか。で、日本企業の製品が数多くあるんですけど、ベトナムは、結構韓国の企業が入り込んでいて、正直日本の企業のよりも韓国企業の方が入り込んでいて、駐在も韓国の企業の韓国人駐在員の方が多いんですね。それでも前伝えた中国のこう政治的なリスクもあり、反日リスクもあって、だんだん離れて中国からこう、移転してきていたりするんですけど、そこで、日本人の駐在も増えているのも実情なんです。で、何があるかというと、これは私自身の経験談も含めて言うんですけど、ベトナム人ということで、これは、別にベトナム人に限った話ではないんですけどね、日本人も同じなんですけど、日本でも今パワハラって問題になってるじゃないですか。パワハラだから、昔なんかだったら、パワハラっていうか、そういったところで上司と部下の関係でってあって、最近これもやっぱ日本においても厳しくなってるのも実情なんですね。なので昔ほどパワハラ気質みたいな感じでってはなくなってきてるんだけど、確かに日本のこの社会においてあるのを実情かなと思います。その中で何かじゃあ仕事的に、うまくできてなければ注意したりもあると思うんですけど、その注意するときにここが結構重要なんですね。これから駐在される方も含めてなんですけど、相手を他の人々がいる前で、怒ってはダメなんですね。やっぱそういったところ、これは日本人も同じじゃないですか。自分自身がじゃあ周りのいる中で叱責されて、お前はダメだ、何をやってるんだっていうふうに言われたらどうかって思うんですよね。そういったところで自尊心を失われて、それで恨みを持つ可能性があるので、そういったところは十分注意していって、言葉遣いもやっぱり気をつけていかなければならないかなと思うところです。これは別にベトナム人に限って話してないんだけど、日本人も同じくなんですけどね、他の国々もそうなんだけど、そこって結構重要かなと思うところ。何かやっぱり悪いっていうかね、何か失敗を犯していても、柔らかい言葉で、言ってやるっていうのがいいのかなと思うところですね。
なので、みんながいる前じゃなくてっていうのがあると思うんですね。はい。で、実際この韓国の企業なんかだと日本よりも相当パワハラが起こってるんですね。で、韓国人っていうのはやっぱり日本のおかげで経済が発展してきてますよね。で、東南アジアとかタイなんかだと、なんで韓国人に見下さなきゃならないんって私の大臣の話よく言ってますけど、日本がね、日韓基本条約締結して、その当時ですね、日韓基本条約締結が昭和40年ですね、1955年締結、それまでは本当に貧しい国、発展途上国でも貧しい部類に入る国だったんですけど、そこから日本が、当時の韓国の国家予算の3倍に当たる額を供与していって、そこから25年、6年ぐらい、ソウルオリンピックがちょっと終わったぐらいまで、平成に入るぐらいまで、ずっと日本が韓国に援助してきたんですね。で、そういったところで技術も供与していって、三菱がヒュンダイ、で、新日鉄がポスコですね。まあ、三菱も韓国で訴えられたりって、これ、恩を荒で返す行為をされてるんですけど、それによって韓国の経済が、まあ、発展していったわけです。で、そこに関して、だんだん、まあ、少し余裕が出てくれば下を見下すっていうね、いう感覚があって、やっぱそこがやっぱり日本人よりも、やっぱり韓国の人の方が、やっぱり、見下す感、東南アジア発展途上国だから経済的に遅れているっていう見下す感が強くて、結構たまにやっぱり韓国の企業を勤めていて、結構そういう摩擦があって、ベトナム人がそれで韓国人を殺しちゃうっていうね、事件が結構たまに起きていたんですよね。ただ今回はまあ日本人ということであまり起きてはいないんですけど、とにかく今回の件に関しては、面識がない相手ですからね、非常にこれはもうこの被害に遭われた方は非常に、不憫というかね、本当にかわいそうだなと私は思うところでございます。はい。で、私自身ベトナムのホーチミン駐在してた時なんかも、その同僚の社員がいて、なんかすごく怒ったんですよ、ガイドに対して。で、なんかはっきりちょっと覚えてないんですけど、それでそれに対してやっぱり根に持ってしまったんですね。ベトナム人ってどちらかって言ったら華奢な感じなんですよ。身長も低くてなんか痩せてる感じで、だから素手でやったら勝てるっていうのはね、勝てそうな感じわかるんだけど、でその彼はね、なんかすぐ顔もいかついし、体もがっちりしてるし、まあ、普通のベトナム人じゃなくて、もうベトナム人離れしたような感じで、ね、ちょっと危ない感じだったんですよね。で、そしたらなんか殺害予告が来て、その彼に対して、で、あの、気をつけたらいいよって言ってやったんですよ。あの、こういうことあるから、いや、外で待ち伏せしてね、ブスって刺されるかもしれないからって言ったら、相当青ざめた顔になってたんですけど、そういうふうに殺害予告とかもね、あったりとかね、まあ、実際それを彼は、まあ、そうか、なんか、何度かこうメールできて やられてたんだけど、まあ、結局は刺されたりとかしなかったんですけど、まあ、とにかくそういったことがあるということです。はい。なので私自身もやっぱり人に対して、直接会う人に対してそんなに悪いふうにはしない方なんですけど、やっぱりね、しっかりとした対応っていうか、まあ、怒れることがあってもある程度我慢して、寛容な心を持つということも私ちょっと必要なのかなっていうのはね、思うところでございます。今現在やっぱ日本においてもベトナム人の犯罪数多くています。日本人が殺される事例もね、ごくごくたまに起きてますし、この前は日本でね、強盗でベトナム人が強盗してましたよね。で、毎日のようにこのベトナム人の犯罪ということで不法滞在のベトナム人も数多くいます。他のじゃあ国の人々はどうかってそんな聞かないですよね。で、私自身、まあ、ベトナムにも駐在していたのでベトナム人の友達もいるので、今でも友達の交流関係あるので、今でも付き合っていることがね、この前ベトナムハウス、あのチャムっていうね、愛媛県の、熊高原町です、あの比較したところ、あの奥様がベトナム人だったらすごくいい方だったんだよね。だからいいベトナム人はすごくいいんだけど、悪いベトナム人は悪いベトナム人すごくいてですね、だからベトナム人がその騙されちゃうとかね、日本国内で言ってもいいベトナム人と悪いベトナム人でってあった喧嘩になったりとかね、あったりして殺されちゃう事例もあって、ナイフが結構使われたりするので、やはりちょっとここに関しては気をつけていかないといけないのかなと思うところでございます。ということで、世界を見ていくと、私自身も海外留学駐在、まあ、海外回ったりして10年は海外住んでますけど、やっぱり日本にいたらわからないこともあって、海外に行って、まあ、初めて分かるようなこともあるんですけど、
やっぱり海外は日本とは違うってこともやっぱ認識していかないといけないし、これから海外に出られる方なんか特にやっぱり気をつけていただきたいかなと思うところでございます。あまり例えば飲み屋とかでもハメを外しすぎて、ぼったくりに被害を遭う人もいますから、そういったところも十分気をつけて、行動していただきたいかなと思うところでございます。まあ、前も、一応冒頭でも述べさせていただいたベトナム自体は世界的に見たら治安が悪い、いいか悪いかったらいい方な方ですね。だから私自身一回も危険な目に遭ったことはないですし、まあ、危険な目っていうか、そうだな、なんかそうぼったくろうとしてくるやつがいたりとかあったぐらいかな、なんだけど、まあ、特にそこまで心配されることはないんだけど、まあ、とにかく今回の件に関してはね、まあ防ぎようがないと、防ぎようがないとはあるんですけどね、まあとにかくあんまり何か話しかけてきても相手にしないというのはやっぱり私は重要なのかなというのはね、思うところでございます。ということでベトナムもまた、機会があれば、去年再訪してますけど、また行きたいと思ってます。タイとともにね、また、現地よりもね発信していきたいと思ってます。前回まあホーチミンだけだったんだけど、また次回はハノイとかダナンとかホイアンとかね、あなた久々にちょっとニャチャンとかも久々に行ってみたいと思ってるところでございます。